面白そうと思ってアイドルになりましたけど、アイドルって私が思うよりもずっと奥が深いものでしたのね。面白そう、それだけでは務まらないなんて。でもたとえ大変でも難しくともここまで来てやめはしません。うまくは言えませんけど、面白そうなのは変わりませんの。今は負けたくないって思いますわ。ももかがアイドルになってよかったって思わせたくて、お父様、お母様やばあや、そしてプロデューサーちゃまにも、それに歌も踊りもできるようになったら素敵でしょ。気品あるものは多芸だと聞いたことがありますもの。さて、そろそろ時間ですわね。アイドル桜井ももか、頑張ってきますわ。一番近くで見ていてくださいね、プロデューサーちゃま。これはクリスマスツリー？ん？トナカイ？なんだか不思議な衣装ですけど、大事なのは形ではないはず。とにかくみんなに素敵な聖夜の夢をプレゼントしてきますわ。